ドナウ川下半のノイブルク宮殿1644年の地震に掲載されたマテウス・メイリアンの同伴が、ドナウ川を挟んで南西方向にノイブルクの城と街を望む。カールス広場のパノラマ写真ノイブルク・アンデア・ドナウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州中西部、ドナウ下半にある城郭都市、ノイブルク首ュベンハウゼン軍の軍庁所在地である。郊外には、ドイツ空軍の基地がある。 ドイツ国内には、ノイブルクという名の地名が複数あるため、それらと区別するためにアンデアドーナウが付けられる。ノイブルクは、アウクスブルクから北東に約 45km、インゴルシュタットから西へ約 20km のところにある。西から東へ蛇行しながら流れるドナウ川に面し、レオポルディネン島という中洲がある地点の南岸に、街並みが広がる。市街地の南端に、 鉄道駅があり、ここより南は広大な田園地帯である。駅からさらに南東へ行くとドイツ空軍基地がある。ドナウ川の中州であるレオポルディメン島の上を通って川の南北に橋が架けられ、そこを起点として北岸にも町が拡張しているが、その周囲は全般的に田園及び森林が多い。フランク王国時代は国王の大官が治めていた。10世紀に バイエルン大公の支配するところとなり、バイエルン大公から神聖ローマ皇帝となった、ハインリヒ二世は、ノイブルクの古城を住居とした。1505年、ランツフーと継承戦争の講和に基づき、ノイブルクを首都として、プファルツ・ノイブルク綱領が成立した。初代の皇夫とハインリヒは、多額の費用を投じて、ノイブルクの中世巨漢をその地位にふさわしい。 ルネサンス風の豪華な宮殿に作り変えた。7代、約240年の間、ノイブルクは大いに繁栄したが、1742年に、カール三世、フィリップ公が死死を残さず没死した。プファルツ・ノイブルク公くらいと共に、ノイブルクは、プファルツ・ズルツバッハ公カールテオドールの手に渡った。カールテオドールは1777年に、バイエルン公位も獲得し、 それらを継いだマクシミリアン・ヨーゼフは1808年に初代バイエルン王となったため、ノイブルクはバイエルン王国の地方都市となった。1936年10月10日、ノイブルク郊外に空軍基地が竣工。第二次世界大戦後、アメリカ空軍の基地として利用される。1961年5月5日、ノイブルク空軍基地に司令部を置く。 ドイツ空軍第74戦闘航空団が創設された。ノイブルクはもともとシュバベン行政管区に直属する軍独立市であった。1972年7月1日施行の地方制度改革により、ノイブルクは新設されたノイブルクシュローベンハウゼン軍に属する市となり、軍庁所在地となった。また同時にオーバーバイエルン行政管区に移った。市の紋章は、 赤の背景に緑の大地と開いた白い縄文、さらに二人の子と縄文の上に獅子が描かれている。二人の子は1505年に最初のプファルツノイブルク公となった夫をハインリヒとフィリップの兄弟を表す。縄文の脇の塔に描かれた青と白の菱形模様と黄色い獅子は兄弟の出身家系であるビッテルスバッハ家を表す。この青と白の菱形模様は バイエルン州のシンボルにもなっている。市の旗は、白、青、赤の縦3分割の3色旗。フランス国旗の白と青が逆になったものである。1998年、日本の新城市の呼びかけで、世界各地の新しい城という意味の名を持つ、地方都市の間で、国際交流を図ることを目的として、世界新城サミットが開催され、ノイブルクも参加した。 以降、各年でサミットが開かれ、2008年に最後のサミットがノイブルクで行われた。ありがとうございます。